MC と指揮とします小谷康夫です。よろしくお願いします。クラシックのコンサートではありませんので、声援、イエイ、ブラボー、これもどんどん言ってください。ソロが出てきたらもうイエイって言ってあげてください。よろしいでしょうか。じゃあちょっと練習しましょう。イエイお願いしますね。はい、元気ですか。よろしくお願いします。1曲目、アースウィンドアンドファイアのゲットウェイという曲でした。今日はあいにくながらゲットウェイを発音する人がちょっといなくて残念なんですが、はい。2曲目はですね、サンバでカリブという曲です。1994年に、作曲者の川辺さんがカリブ海を訪れた際の印象を描いた作品です。カリブ海ってどこかご存知です。知ってます、カリブ海。シーン知ってる、カリブ海。シーンアメリカ大陸 の、 南東 の、 ところなんですけども、南アメリカ大陸と北アメリカ大陸の間にあるところです。そうです、カラフルなコロニアル調の建物とか白い砂浜、透明度の高いビーチ、行ったことはないんですけど、いつか行けるといいなと思っております。第1回シンフォニックジャズ&ポップスコンテスト全国大会の課題曲公募入選作品となっています。途中でサックスソリがあるんです。サックスソリっていうのは全員が立ち上がってソリするんですけども、その中で実はパイレーツ・オブ・カリビアンが出てきます。これもお聞き逃しなく聞いてください。それではサンバでカリビです。
ビリーダー、カリビアン、わかりました。あるね、ね、せっかくやね、え、わかりませんでした。あ、わかった人いらっしゃいます？若干しかいない。あら。はい、では、KSP オールスターズは今年の2月に行われましたシンフォニックジャズ&ポップスコンテスト全国大会において総合グランプリを受賞、2年連続の第1位となりました。ありがとうございます。その時にジンプとして演奏しましたドナリーを演奏いたします。ドナリーといいますのは、チャーリー・パーカー作曲って書いてあるんですけども、実はマイルス・デイビスが作ったんじゃないかという説があるんです。マイルス・デイビスの自叙伝に俺が作った曲やのにパーカーにパクられてんって書いてあったんです。はい。で、ドナリーという題名は曲の内容とは全然関係なくて、このビーバップスタイルっていうのは演奏者のそのこうなんていうのテクニックを見せびらかすというそういうジャンル の演奏スタイルで、あまりこう 曲目になんかこう曲を連想させるような、曲目を書くと良くないという風潮がありまして、全然曲とは関係ない、ドナリーという、題名をつけたと言われております。ではドナリーを演奏します。待ち構えて参っておりますので行きましょう。
かったですね。いつもね、どんな速さなのか分かんないんだけど、あの、大体本番は速くなる傾向があって、まあ、今日は結構速かったですね。はい、はい、はい、ありがとうございました。はい、はい、では、次の曲なんですが、打って変わりまして、ちょっとしっとりしたナンバー、1930年にウィント・ケイトがブロードウェイのミュージカルで歌ったジャズナンバーです。メモリーズ・オブ・ユー、あなたの思い出。これは結構古いですね。UB ブレイクが、曲を作りました。その後、ルイ・アームストロング、ライオネル・ハンプトンがカバーしたり、ベニー・グッドマンがカバーしたり、セルディアス・モンクがカバーしたり、クリフォード・ブラウンがカバーしたり、特に、まあ、ベニー・グッドマンの演奏が有名なんですが、今日はケース・ミのベニー・グッドマン、篠田俊介が演奏いたします。メモリーズ・オブ・ユーをお願いします。Thank you.
いいですよね。ね。はい、それでは、次の曲は一部でも演奏されました、今年の全日本吹奏楽コンクールの課題曲レトロなんですが、実はレトロって実は略語なんですよ。知ってます？知らない。レトロスペクティブっていうの略語。スペクティブっていうのは回想するっていう意味があって、古きを回想するっていう意味らしいです。僕がレトロって言われて思い浮かぶのは、時々こう街中を見てると放浪の看板がありますよね。知ってます？オロナミン C の大村コンさんの放浪看板、わかります？わかりません？あれ見るとすごいレトロだなって思うんですけど、実はこれ今日調べたんです。メルカリで4万8000円で売ってました大村コンさん。あとアース製薬の由美香織さん、綺麗な足のと、ハイアース、アース製薬の水原博さん、わかります？わからん。わかる方いらっしゃいます？はい、はい、素晴らしい。その方は大体50代後半の方です由美香織と水原博のセットが3万6500円でした。はい、なんか在庫が少ないそうなので、お急ぎくださいって書いてありました。欲しい方はお急ぎください。あとまあ黒電話とかね、昔ありました。もう今は携帯電話が早いの時代なので黒電話ないんですけど、そういうのを見るとレトロを感じるなと思います。それでは、レトロなんですが、実は中間部にオーボエのソロがあるんですが、 KSP にはオーボエ奏者いませんので、ちょっとクラリネット奏者が演奏します。それから、中間部でトランペットのソロがあるんですけど、今日はフリューゲルホルンで演奏します。それから、ベースもエレキベースを使って演奏いたします。それでは KSP のレトロをお聴きください。Thank you.
オールスターズ、プログラムの、最後に書いたんですが、2023年の12月13日に鶴見日券ホールで10日、そう、10日なんだって。12月10日なんでこれ間違えたんやろ。あらら、10日です。何曜日？日曜日です。鶴見日券ホールで、3時開演です。ザ・プレミアムライブ2023となっています。第2話は熱帯ジャズ楽団のアレンジ特集となっております。ぜひ12月10日よろしくお願いします。ぜひ来てください。お待ちください。よろしくお願いします。それでは KSP のステージ最後の曲になります。ビバックという曲なんですが、ディジー・ガレスピーが作曲したこの曲、ホセ・リゾが率いてラテンの名手が集うジャズ・オン・ザ・ラテン・サイド・オールスターズのバージョンでビバックを演奏いたします。
おめでとうみなさん、今度は山内県おめでとうです花の向きに行きますぜひお越しさんありがとうございました。では、3分にまた登場しますので、またお楽しみに。